薄い第三橋梁メガネ橋、群馬県安中市松井田町坂本。2023年6月18日日曜日、アローネ氏がメガネ橋の近くにはバイクなら止められるスペースがあるということで来てみました。明治25年に作られた芸術と技術が融合した美しいレンガのアーチ橋、川底からの高さが31メートル、長さ91メートル、我が国最大級のもの、そして使用されたレンガは200万個を超えるらしいです。バイクの動画では以前から見たことがあったのですが、来ることは初めて、そして登るのも初めてです。垂れてきたぞ。水が垂れてる。途中でトンネルあったけど、それとは違うの。運動不足、きついまでは行かないにしても息が上がります。
母だから。ブイスト氏は高所恐怖症。この先トンネルがいくつかあって、最初のトンネル5分ほどを歩きました。補修されていますが、トンネル内もレンガ造りで、外とは違いひんやりしてました。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。